私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。さあ本日は復興ガチャ評価、パンプキンアドバットバンザビッチコラボガチャですね。これね、いいよ。これはね、いいですよ。中身が全部バンザビッチとなっております。以前はそうでなかったんで、これは良いですね。特にいいのが、頭から5キャラは、全部使える。いや、もうクリスマス2にクリスマスノエルも使えるから、いや、まあ、なんだったら最後まで全部使えるね。全然持ってなければ、めちゃくちゃ回し毒なガチャです、これは。めっちゃ回し毒。それぞれ紹介していきましょう。ニーちゃん、ホローキラー青の最強格の一角です。グループバトルでは、このキャラで、ホローキラー青は最速が出ます。最速、ハイスコ、一番のハイスコアが出ます。ちなみに僕はこのキャラを使って、中華の方々に、不正を疑われるレベルでハイスコアが出ました。っていうぐらいに、不正を疑われるレベルの強さ、ニニーちゃん。めっちゃ強いです。何が強いかって、ゲージ持ちってずっと僕ダメだ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 言ってたんですよ。で、このキャラゲージ持ちのキャラなんですけれども、めちゃくちゃいい点として、もともとゲージが 70% 溜まっていること、そして敵撃破ごとにゲージ上昇があるんで、倒せば倒すだけゲージがすぐ溜まると。今までのキャラは強攻撃をある程度打たないとゲージがたまらんから、どうやっても打てる回数が少なかったんですけども、このキャラはゲージがすぐたまる。特に敵がワンサが出るような限界討伐クエストとか、グループバトルとかはゲージがたまりやすいんですね。なのでこのキャラめちゃくちゃ良いですね。で、ゲージが打ちやすい上に、再力最大全ダメ 20% アップもあって、ゲージ解放時一定時間レアス 50% アップ。で、ゲージ解放時は強攻1つアップ、プラス1に強攻撃ダメージ 100% アップで、めちゃくちゃ強いです。使いやすい。そんな、ハロウィンニニー。今までね、ニニーとノエル、大体ノエルの方が使いやすいって言われることが多かった中、今回に限っては、ハロウィンはニニーちゃんのが上だと言えますね。そんな、ハロウィンノエルちゃん。ハロウィンノエルちゃんは死神キラー青で、ただね、こっちもめちゃくちゃ強いです。状態異常にした時に侵食時ダメージ全ダメ 40% アップに、敵弱体時全ダメ 40% アップ。敵防、防御低下能力負荷に、敵ガード無効、青無効貫通。状態異常不要時一定時間レアス 80% アップと。死神キラー青で、グルバト、このキャラ使ってるっていう人もいますね。必殺技レベルが同等であれば、イチゴよりスコアは出るんじゃないでしょうか。7周年イチゴよりダメージは圧倒的に出ますからね。状態異常の時のダメージが。強二の追尾設置もいいですし。で、麻痺無効もついていると。非常に使いやすいです。使いやすい上に火力が出ます。必殺の一つアップもあるんで、グループバトルノーマルハードではこっちのキャラの方がいいんじゃないかなと。ニニちゃんはベリーハードや、ナイトメアでより強くなるキャラですね。必殺の一つアップが生きてくるかどうかっていうところで。ただ、ノエルちゃんは別に必殺の一つアップがなかったとしても十二分に強いキャラなんで、いいねというところですね。バルゴ・ウィズ・オスちゃん。キラーはクインシーキラーと人間キラーで、特徴としては3系統アップですね。地属性の3系統アップ
で、今のところ効果貫通は一角がいるんですけども、効果貫通に敵非状態上全然 100% アップっていう効果力のキャラはいないので、一角使うよりこっちの方が安定するんじゃないかっていうところで、弱体持ちのバルゴ・ウィズ・オスシちゃんを使う人もまだまだ多くいますね。心属性の状態上確率アップもあって非常に使いやすいです。で、敵状態上時一定時間、レア 80% アップとか必殺ヒット数アッププラス1があるので、グルーバトルノーマルハードでワンパンできるキャラクターですね。非常に優秀です。これまた追尾設置とはないですが、人間キラー青のところで心一致で頑張ってクリアするってことも可能なレベルですね。きついけど。次、メイシー。メイシーはめちゃくちゃ優秀ですね。無所属キラー、ゼロ番隊キラーで、このゼロ番隊キラー青の救世主ですね。無所属キラーの青の救世主でもある。めちゃくちゃ強いです。何が強いかっていうと、必殺は、違う、強攻ヒットスワッププラス2で、状態異常不要時一定時間レア 80% アップ。で、敵弱体時全ダメ 40% アップ。敵麻痺状態時全ダメ 40% アップ。と、相手を状態異常にすると、効果力が出せる強攻撃ヒットスワッププラス2で、追尾設置持ちなんで、非常に敵に強攻撃当てやすい。グループバトルベリーハード、ナイトメアで大活躍できるキャラクターですね。限界討伐クエストでも、フィールド侵入時即属性の強攻撃クリタイム回復があるんで、めちゃくちゃ使いやすい。めちゃくちゃ優秀です、メシ。今回のキャラの中で一番使いやすさで言ったら上じゃないかなっていうレベルに優秀なキャラクターですね。ブルーのバングナイフ、バンガサバージョン。ホローキラー、エスパーダキラー。ホローキラー赤の、最速タイムが出せる男ですね。ゲージ持ちで、開始 70% があるんで、一発は必ず計画的に打てるなっていうところも大きいですね。で、ゲージ解放時に強攻撃クリタイム 30% 回復もあるんで、強攻撃が打ちやすいというのが一番特徴ですかね。今までホローキラー赤は、山地でしょうというふうに言ったんですけども、ベリーハードが来て、このバンガサブルーノは評価を上げたキャラですね。非常に強いです。多分、ベリーハード行くにはやっぱ強攻撃1スワッププラス2がでかいですね。うん、まあ、ネックとしては必殺技レベルが上げづらいっていうのが非常に大きなところで、まあ、戦歴戦山地を使うかどうか。で、最近、ごくごく最近で言うと、ホローキラー赤。新しいキャラが、ユーハバ様が来ましたんで、陛下と比べるとどうかなと。まあ、陛下の方がちょっと、上かなーっていう気がしますね。なので陛下持ってるとブルーの出番がなくなるかなと。エスパーダキラー赤はバンガサブルーノでしょうね。今のところはね、エスパーダキラー赤で困ってればブルーノでレベル1でもいいからブルーノを持っとくとクリアできると思います。ゲージ解放時に一定時間レアアップもあるんで、なるべくそこでどんどん敵を倒すっていうのを意識して。で、必殺技打つことによってゲージがガガッと溜まるしっていうので、計画立てていくといいですね。さあ、あともうちょっと。クリスマスノエルちゃん。クリスマスノエルちゃんは、ホローキラー、無所属キラーの必殺技ヒットスワップに、状態異常不要時、一定時間レア 80% アップがあるんで、グループバトルノーマルハードのワンパンキャラ。そして、臨強化跳躍アップ、臨強化薬アップで、継承の試練でも使えます。ただ、継承の試練では、今は、即属兵は、2キャラ上位互換がいて、常設の天差残結、そして、戦略形成編の、千住丸がいるんで、あんまり継承手段で使うことはなくなっちゃいましたね。まあ、ただ、この必殺技の効果力は本当に魅力的なキャラクターでした。クリスマスミニーちゃん。
クリスマス兄ちゃん結構強攻撃が使いづらいとこもあって、強攻撃ヒットスワッププラス2だったんですけども、あんまりなんか使われることが少なかったですね。まあ、臨機強化薬アップ、臨機強化跳躍アップと潜伏無効があって、非常に使いやすいキャラクターではありますね。で、まあ、心も今は継承の試練は水着のランギクさんがナンバーワンなんで、あんまり継承の試練で使うこともないのかなといったところですかね。まあ、クールタイム最大倍率とか、死神キラー無所属キラーなんで、そこら辺で、そこの継承の試練で使うことはあるかもしれないですね。ただ、状態異常付与時レアツアップとかはないんで、限界討伐クエストとか、グループバトルで使うにはちょっと厳しいかなというところです。初期ブルーの、死神キラー、アランカルキラー。この初期ブルーのも相当強かったですね。必殺のヒットスアップ持ちで、潜伏無効。敵ガード無効、青無効貫通で、まあ今使っても非常に使いやすいです。強攻撃の範囲も広くて、ぜひバーンザウィッチの、アニメを確認した上だと使いたくなるキャラクターですね。マジで使いやすい。あとはまあアリーナキャラとしてめちゃくちゃ優秀でしたね、このキャラね。でしたって言わない方がいいかもな。アリーナあんまやんねえからわかんねえけど、知識生存無効がパッシブスキルであるんで、相手にいるとめちゃくちゃめんどくさいっていうアリーナキャラでもありましたね。ニーニーちゃん。ニーニーちゃんは強攻撃クールタイム最大倍率で、青無効の無効。そうね、ぐらいかな。ちょっと強攻撃がもっさりしてない。あと、まあ、強2がバリアなんで、バリアだよね、確かね。で、ちょっと重いんですよね。バリアですね。あまりにも使わないんで。そうね。ちょっと重いんですよ。で、クールの回転が悪いっていうのが、ネックでしたね。そして、ラスト。通常のモデルちゃん。強攻撃ダメ 20% アップに、もともと強攻撃 60% アップがあって、非常に倍率が高くて強力なんですね。で、青向こうの向こうがあって便利で、通常状態だとノエルとニニだと、ノエルちゃんの方が強いよねって話題でした。ぜひこちらもアニメを見ると使いたくなりますね。特に必殺技とかね。っていう、ブアンザウィッチ。全部出るのはブアンザウィッチ。その他があるのがちょっといらないけれども、ブアンザウィッチのキャラをメインとしたガチャです。持ってなければ絶対引いた方がいいわ。中旬ガチャなんて、引かなくていいからこちらを引くべきですというぐらいに。特にグループバトルで困ってる人、バンガサブルーのバンガサメイシー、ハロウィンのニニ、ハロウィンのノエル。ここら辺が、今、グループバトル最強格といっていいレベルのキャラクターたちなんで、持っといた方がいいんじゃないかなと思います。オリジナル室外を持ってない場合は、バルゴだってグループバトルで使えるキャラなんで、頭5キャラは、現役バリバリのキャラクターなんで、引くべきガチャですね。持ってなければ引くべきガチャ。たまにいらっしゃるんですけども、バンザウィッチはブリーチじゃないから知らねえよ、見てねえよ。じゃあ、だから引かねえんだよっていう人もいるかもしれないけども、まあ、久保先生作品なんで、ぜひ、今だったらアマプラとかで見れたりもしますから、ぜひ見ていただいて、あ、じゃあちょっと使ってみようかなみたいな気持ちになると思うんで見れば。ぜひね、これは引いていいガチャだと思います。逆に他のガチャ、今の他のガチャ、まあ、陛下レベル前にしたい。まあ、それはわかるわ。まあ、それは知らないかもしれない。で、シーズナルガチャ引かなくていいし、16日から始まる中旬ガチャは、バンザビッチコラボと比べたら、完全にバンザビッチコラボの方が良いので、こちらを引くことをお勧めします。もう俺引きたいもん、正直。に、ハロウィンノエルちゃんとかバンガサブルーノだね、特にね、欲しいね。けど引かないけどね。それぐらい魅力的なガチャです。ぜひ引いてみてください。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。